FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。1月15日モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は間もなく8時1分を回ろうとしております。ギノワン市旧なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、月曜日担当がねこまよがお届けいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今日新聞の時間に本当は読みたかった記事があって早速自分の宣伝なんですけど、昨日の沖縄タイムスの地域の面にですね、来月の2月25日に、行われるお芝居舞台の、記事が載っていました。12月に宜野湾市長、佐喜眞淳市長に挨拶に行って、でその時の記事が、沖縄タイムスの地域面に、はい、大きく載っていたので、右上に載ってた。だからちょっと皆さん、昨日の新聞を後でもう一回見返してみてください。何の内容？自分たちの内容は、自分たちのなんかこのお芝居に対する気持ち、思いとか。じゃな、あ、新聞の記事のこと、うん、そうじゃな、に対するあ、何ですか、え、記事の内容何ですか、何ですか、アンリそう、この2月にお芝居があるんですけど、ジャナっていうタイトルの芝居を、この昔の沖縄の、このしかも沖縄全体のじゃなくて大ジャナっていう地区をピックアップしているお芝居で、でそこの、なんていうんですか、芝居にかける皆さんの思いだとか、あとこういう内容になってますよっていう、ちょっと簡単な内容なんですけど、そういうのが記事として上がっていたので、もしよかったらですね、お仕事終わってからでも、もしくはなんかお仕事場とかにね、昨日の新聞とかがもしあれば、なんか休憩中にでもなんか見てみてください。ぜひ目を通していただきたいなと思います。よろしくお願いします。そう、今日から練習が今年は始まるんですけど、もうなんか残り1ヶ月と10日とかそのぐらいなので、そう、なんかもう緊張と、なんかあっという間だったなっていうのと、でも今回のこの舞台を機会に、もっともっと私も歌とかダンスとかだけじゃなくて、芝居をもっとやっていけたらいいなと思ってるので、はい、とりあえず2月25日めちゃくちゃ頑張っていい舞台に仕上げていこうと思いますので、皆さんよかったらその日もスケジュール開けて、ぜひ宜野湾市民会館大ホールに2時から始まりますお芝居ジャナ見に来てください。よろしくお願いします。さあ、この番組では皆様からのリクエスト、そしてメッセージ募集しております。今日のメールのテーマは、手帳の買い替え時、買い替え時期でございますなんか手帳って今10月から始まるのもあれば、4月からのもあるじゃないですか。で、やっぱその時だけじゃなくて、いや、年明けて1月から自分は買うよとか、いや、もう12月ぐらい、年末ぐらいにいつも準備してるなとか、私、そう、昨日手帳見る機会があって、なんか曜日がおかしいんですよ。日曜日なのに15日になってると思った。私、2017年のページを見てて、まだ変えてないんですね。で、今回のが3月まで使えるから、そう、4月に変えようか、でももう今1月だから、もう今のうちに変えとこうか、2018年の手帳に。そう、すごく悩んでて今、いつ変えた方が、そう、スケジュールつきやすいのかなとかさ、みんなはどういう感じで買い替えたりしてるのかなって。そもそもスケジュールを今スマホでもできるから、手帳でつけてる人っているのかなっても思ったりしたんですけど、どうですかね。もしよかったらその辺メールよろしくお願いします。教えてください。ぜひメールアドレスこちらまでお願いします。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。
また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声ネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもよろしくお願いします。ツイッターも連動してます。たくさんツイートしてください。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送お楽しみいただけます。さあ今日のメールのテーマ、手帳の買い替え時期、買い替え時期でございます。たくさんのメールよろしくお願いいたします。こんな歌があるんだ。さあ本日のオープニングナンバーはアブリル・ラビーンでハローキティ。 さあひいふみさん出てないの？みんな出てるって言うから、どんなのにしよっか。ん？来てるよね。はははもう？いや、多分来てるはず。おーい。ひいふみさんだけじゃないか。どんなだろう。聞こえてます？あ、聞こえてる。あ、みやちゃんさんは一応聞こえてるって。音出てるよ、音出てる？音楽も出てますか？音楽は？音楽？肝心のひふみさんからのコメントが分かんない。一応みんな聞けてるって言ってくれてる。音入った、音楽入った、 OK。 じゃあ大丈夫、音楽聞いた、 OK。 じゃあ問題ないっす。ありがとう、マサさん。じゃあキャスティ拾いましょう。はい、終わってからね、音楽終わってから。 OK です。つーくんさん、あけおめ、大丈夫、良くなったよ。本当だよね。でも今年はもう風邪ひかないんで。今年の目標は風邪ひかない。じゃあ毎年それ言ってるから、もう引かない、もう目標でもなんでもない、もう引かない。なんで引くんですか、そもそも。え、引きますよね。でも引かないです。嘘つく。一回も引いたことないよ。超嘘つき、びっくりする。僕はですね、でも大体引くのが分かるんですよ。どんな時かって言ったら、フットサルして帰り、汗かいてるさんね、でも車だから寒いさ、そんな時大体引く。だから何かしら原因があるわけなんです。あ、そういうことね、うん、私は分かります。私も分かります。じゃあそれがまずいんじゃないか。あ、じゃあバカじゃないってことね。しょね、イヤホンは聞けるって。イヤホン聞ける。じゃあひいふみさんの設定でしょうね。嬉しいよ。携帯のスピーカーがおかしくなったのかな。酔っ払ってから携帯落としました。あ、ありがちだよ。あ、それかも。あ、ツイキャス、ツイキャス。さあ、それではツイキャスからのコメントをたくさん届いております。紹介していきますね。まず一番最初、石ころさんから来ました。おはもっこり。そして野の中の銀のほたるさん、おはようございます。ひふみさん、おはごっくん、ちょい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 、ウェーイ。テンション高。ちょい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 。マスオさん、おはようございます。ナルトラさんもおはまよ。そしてつるくんさんね、おはまよ、あけおめと来てます。あけましておめでとうございます。そしてマスオさんがミュージカルと来てるんですけど、うん、ミュージカルじゃなくて、なんかうちな芝居でもないし、ちょっと沖縄の方言も入れながら、でも歌はね、確か1
1回か2回ぐらいしか出てこなかったと思う。うん、でも演奏は生で演奏するらしいので、あの音はねステージ上でこの場面が変わったりとかの音楽だったり、その背景に流れてる音とかは全部そう生演奏らしいですよ、うん、まだ合わせてないし、まだ聞いてもいないからわからないんですけど、今この練習の合間にね、この音楽を担当される方が、音響担当される方がちょっとあのちょくちょく見に来てくれて、はい、雰囲気をあのちょっと見に来てくれてます。はい、どうなるかわかんないんですけど、ミュージカルではないです。ミュージカルやりたいな。歌って踊って絶対楽しいよね、ミュージカルもね。うん、でね、あ、マスオさんは4月からのカレンダーが欲しいって。カレンダーか。カレンダーはでも私やっぱ1月になんか明けましておめでとうって感じでお家のやつも全部入れ替えたい人ですね。手帳は年度で買いたい、本当は。年度で本当は本来は変えたいんですけど、なんかこの1月から3月まで手帳を開けるために2017って今見えてる状態が続くのかなって思ったら、もうすでに変えたいなって思うね。表紙が2017って書いてるからさ、そこはちょっとなって思ったり。うん、ナルトラさんは、手帳、実は今年のものを年末に買ったのが初めて、今回じゃ初めての手帳になるんだ。あー、いいですね。大きさどのぐらいなのかな。なんか初めて買う時って結構ちっちゃめに買っちゃうのかなって思うんだけど、で書いていったら、え、あれもこれも自分で書いちゃうのって感じで、年々私も大きくなっていってます、手帳がどんどん厚くもなっていくし、厚さもね。そう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 。で、みやちゃんさんからも来ました。おはようございます、私ですって来てるね。で、なんかひふみさんのあのスマホが調子悪いみたいで、ツイキャス聞こえなかったり聞こえてたりみたいなんだけど、イヤホンで聞こえてるってことなので、じゃあそのままイヤホンで聞いていてくださいね、お願いします。そしてですね、世田谷のコーラゼロさんからも来てますね。おはようございます、ありがとうございました。皆さんがね、他にもコメント来てるんですけど、後でまたちょくちょく読んでいきますので、引き続きたくさんのコメントもよろしくお願いいたします。さあ、時刻は8時13分を回りました。 79.7MHz FM 機能1よりお天気と路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。1月15日月曜日、今日のお天気晴れ、朝晩曇り、東の風のちやや強く、波は2メートルのち 2.5 メートルです。降水確率は日中を通して 10% です。そして、日中の最高気温21度となっております。この間急激に寒くなったんだけど、また今外、あの家からこっち向かう途中はなんかすごく暖かくて、室内が若干なんか冷えるかなって感じですね。外の方が意外と暖かかったりしますね。でも皆さん風対策しっかりしてくださいね。続いて道路交通情報をお届けいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄道上りと下りどちらもですね、巨大インターチェンジ付近、こちらでは、強化補修作業のため、規制がされております。対面通行ですね、沖縄道上りと下りどちらもです。巨大インターチェンジ付近では強化補修作業のため対面通行となっております。そして沖縄道上り北中城インターチェンジ付近では、故障車が出ております。沖縄道上り北中城インターチェンジでは故障車が出ております。その他ではですね、規制もなくスムーズに流れているみたいなので、あの高速道路をお使いになる方、安全運転よろしくお願いいたします。続いて一般道の情報です。国道58号線
南行きです。浦添市牧港からぐすくまにかけて一部渋滞が見られております。国道58号線南行きです。浦添市牧港からぐすくまにかけて一部渋滞が発生しております。そして県道34号線前原交差点から王者の交差点にかけて、こちらでは長い渋滞が発生しておりますね。県道34号線前原交差点から王者の交差点にかけて、こちらでも渋滞発生しております。そして浦添市の公営でも渋滞がちらほら見られておりますので、皆さん引き続き安全運転よろしくお願いいたします。以上、沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたしました。チキ読めるぞ。さあ、ここで一曲お届けいたします。歴史で四季部。あんな顔、顔をあーみたいな。読めるでしょ、これ。ちょっとしかめ面だった、あずむでしょ、四季部はぁ、みたいな。よめんけど。あ、つるくんさん、ありがとうございました。東京ライフさん、おはようございます。きまさんもおはよう。今日もナイスだね、ありがとう。英語サイズの、あ、そう、やっぱ英語サイズ、私も最初それちっちゃめ買ったんです。もうちょい大きかった方が良かったり、あ、わかんない、人によるかな。どんなだったか教えてね、使い慣れてきたら。あと初めて手帳買った時とか話してくださいね、後でね。オッケー、覚えてない。じゃあいいです。脳内手帳って何？あ、自分でってこと？すごいね。覚えれないよ、絶対。忘れる。忘れるよね。すぐ忘れる。そう、昨日みやちゃんさんと東京ゲゲゲイの話でちょっと盛り上がったんです、ツイキャスで。私が何もまだ言ってないのに、自分は東京ゲゲゲに最近ハマってるみたいな、だったっけ、そういう話から始まったんだよね、みやちゃんさん。そうだから、今日あの曲かけたくて、使い終えた手帳の保存期間だし、あー、わかる。なんか大切なこと書いてなければ捨てる。手帳は、うん、いつの捨てたかな、捨てたよ一回、いらないと思って。嫌な思い出とともにな。うん。嫌な思い出とともに。そう、なんか誰かのメールアドレスとかが書かれてるやつは置いてる。そういう感じ、そういう感じ。でもそれも使わない。いや、意外と本当。はい、そう、意外と使います。メール、何の日、何の日、 CM 行ってから。あ、OK。 これ誰が書いたの、小正月って。分かんない、これ小正月って呼ぶんですか。分かんない。え、小正月、小正月でいいの、書いてあるでしょ、手書きでよ。誰かが前のために変えたんだ。あ、ガールズネイチョ。ありがとう。デイジなんか急いで書かれてる。あ、じゃあゆきちゃんかな。あ、ゆきさん、ありがとうございます。ゆきちゃん、これの番組やってるから。ん？番組やってる。小正月の？違いよ、沖縄手帳。あ、沖縄手帳の？あ、じゃあ書いてくれたんだ。うん。リナと県内風切り、風切り大反響。風切りってどういう意味？風切りって、なんていうの、映画が、映画がスタート。あ、
今日が小正月、あ、そうそう、書かれてた。見える手書き、小正月。よっしゃ書いてくれてる今日は何の日の後、もうビジ変えてすぐメール行きましょうか。はい、メール、コメント、どちらでも好きなようにしてください。あ、今日って成人の日なんですか？本来なら、あ、本来なら今日が成人の日なんだ。はい、へー、あずきがゆ、いちご、あ、今日いちごの日だ昔の日、お年玉付き、年賀はがき、抽選会、口なの。さあ、それではですね、続いて今日は何の日のコーナーに参りたいと思います。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。1月15日月曜日、今日は旧暦の11月29日です。そして潮の満ち引きですね、満潮が夕方の6時5分、干潮がお昼の12時21分となっております。そして今日は小正月、そして1953年の今日、映画ひめゆりの塔、県内封切り大反響でございました。そしてですね、今日は他には、成人の日、2000年から1月の第2月曜日に変更になったみたいです。そして、今日他には小豆がゆの日、いちごの日、お菓子の日、そしてお年玉付き年賀はがきの抽選会も今日みたいですね。そして今日の誕生日、今日の誕生日はトゲ、トゲ、トゲです。ひらがなでトゲらしいですよ。そして、花言葉が幻覚だそうです。以上、今日は何の日のコーナーでした。さあ、それでは皆様から届いているメールご紹介していきます。おはようマーヨニヤマウッチ、毎週ツイキャスでその姿見るまでドキドキしているひふみかっこマーヨに親心ですよ。ごくんじゃない、なになになに、ちゃんと配信できるかねって。違う、ちゃんと来てるかね。あ、そういうことかありがとう。しかもウケる、わんぱくでもいい、大きくなるよマーヨって。はっ、これあ、違うや、びっくりした。あの100人写真の時に、隣に、写真の隣になんかお父さんとかお母さんがつける言葉があるじゃないですか、あれ今はどっかで聞いたと思って、私の隣に書かれてる言葉だと思った。一瞬弟だ、わんぱくでもいいっていう言葉が書かれてるんですけど、びっくりした。ひふみんさん、私の100日写真まで知ってんのかなと思った焦った。ハリハリウレハホウェイして、今日のテーマ、手紙の、あ、手紙じゃない、手帳の買い替え時期知らない。そんなことよりも前よ、そんなことよ嘘でしょ、終わったよもう。そんなことよりも前よ、土曜日同窓会だったんだけど、1次会、2次会、3次会と飲んで歩いて、気がついたら夜中の2時過ぎ、明日仕事だかなってミュージックバー出たけど、そっから蕎麦屋探しして、じゃあ歩き、気がつけば1時間松山から海南まで歩いたって。はやばいけど元気だね。結局蕎麦屋どこにも、どこも空いてなくて、だろうね。ローソンのおでん、うどん食べたってばよ。なのにこの週末で体重2キロ落ちてる。どんだけデジャルいたってことだよ、これすごい。だからひふみさんが、そうそうそう、土曜日に同窓会あるっていうのは聞いてたんですけど、まさかさ、こんなに3次会とかまで行くんですか、同窓会って。山内さん、私おとん、え、そうなの、うん、なんか1次会とか2次会やって、あ、じゃあまた会おうね、今度会おうねって言って、
バイバイってやるもんだと思ってた。こんな全然盛り上がるんですね。盛り上がる。わーお。しかも1時間歩くぐらいなんかもうデイジーイアンベイしてよかったですね、ひふみんさん。すごいな、松山から海南まで。寒くなかった？寒い。土曜日絶対寒かったよ。あ、いえ、元気だね。ありがとうございました。そのひふみんさんの手帳の買い替え時期は知らん。知らん、知らん、もう3文字で終わっちゃった。ありがとうございました。ではもう一通読んでいきたいと思います。ハイサイ山内さん、まよく、おもみや、いびしが、手帳は使わんから買ったことない。予定はお家のマギーカレンダーに一日はもあいで、さよこうとのしゅけべーび、第2土曜日は獅子舞の指導でマナミーとのシュケベイビー、第3土曜日はキラキラ組のモアイでリーエーとのシュケベイビーとか、1ヶ月のシュケベ予定はあの毎月で記入しております。記入の入もあのおちちって書いてるよ。記入しております。すごいね、どこまでもシュケベだね。記入違うよ、記入ルーヤンド。話かわいしが、昨日の新聞見たけど王者の歴史ん歴史、市民劇の記事載ってたや。できれば金華団の子供たちに子供たちに何連れて行きたいさ。ワッタも金華団の歴史文化の祭典でワンや獅子舞やったり、クミルンガって恋愛の芝居では悪役の親分やったり。あ、似合うね、親分。文化芸能には興味はある。うん、紹介されるかわからんしが、今日ミュージックサワーに送って凛太郎に宣伝させてみようや。安心、またやさい。ありがとうございました。そっか、やっぱり手帳を使う人と使わない人ってこう分かれますね。みんながみんなやっぱり何かしら持ってはいるのかなって思ってたけど、おみさん使わないよ、ね。あ、そうだ、なんか手帳開ける仕草は想像できないですね。記入している姿も想像できない。シケベなのは想像できる。ありがとうございました。じゃあぜひあの市民劇も見に来てください。よろしくお願いします。さあ、皆様からのメールまだまだ募集しております。今日のメールのテーマは手帳の買い替え時期。はい、皆さんいつ頃手帳買えますか、もしくは手帳ではスケジュール管理してませんっていう方もメールお待ちしております。こちらまでメールよろしくお願いします。 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。さあ、ここで一曲お届けいたします。雨のパレードで What's your name。はい、同窓会で恋した、おいー、こういうのってあるって言うよね、なんかテンション上がるね。そう、こういう恋した系だと3時間もできますよね。そうだね、うん、初恋の、あ、その時好きだった人が来てたら、そういうロマンスがない場合はもう1時間で、2時間で帰るんですか。じゃあ私あれだ、全部1時間で帰るパターン、未練もなんもない。じゃあ未練とかじゃないですよ、その場、なんていうの、いやいやいや、その場限りの何かがあるんですよ。え、ひふみさんあったってこと？嘘、やだ、想像したくない、想像したくない、うん、そんなこと、ひふみさんそんなことしないもん、わかる。すげえ男なの。高松マリーさん、おはようございます。出てはワンちゃん。ワンちゃん、でもいいな、同窓会で恋、あ、いや絶対ない、本当になかった。だから今まではでしょ、今まで人間変わりますから、大人になったりしたら。じゃああれよ、その時好きだった人ともう一回会って、じゃあ、再会して、再会していろんな人と出会うじゃないですか。あ、そういうこと、ま、あ、はい、そしたら前は気にしてなかったのに、うわめっちゃ好きになってるなとか、あ、なるほどね、あ、それ楽しそう、そう、いい女性になってるな、予想外のやつ、え、いいな。なんかそこのさ、ひふみさんのリクエスト曲もなんか意味深そう、この日々と飛び、
灯火。灯火。そうでしょ。結婚式出たわけですね。ああ、それは聞きますね。わかる。友達の結婚式とかに参加して、ちょっとそういうのも期待しつつ私参加するんですけど、なんか期待するんだ。みんなさチャラチャラしてるからなんか近づきにくい。ちょっとだけあるよ。あ、素敵だな、あのテーブルのあの人とか。でもさ、声かけられたらまたチャラチャラしてるって思うわけでしょ。いや、逆。ちょっと、いや、そういうところで声かけるのは別にです。歩いてるのにねえねえみたいなのは嫌だ。いいですね、いいですね、いいですね。すいません、ともし火ですね、ともし火。とび。まあね、もう漢字読めないっていうのは普通になってるよね。いや、じゃああなただけじゃなくて、だからやだ、そういうそういうもう普通になってるよね、仕方ないよねみたいな感じで思われるようなあれはしたされたくない。じゃあ頑張って。そう、あ、普通に今読めない人多いけど前を読めるのって言われたい。うん、うん、頑張る。漢字検定やりますか。落ちるのわかる。落ちないように頑張るようにしよう。まあね、それはある。マヨの同年代の独身はまだチャラチャラしていい頃じゃないとしよう。チャラ、いや、マヨが持ってるチャラチャラは嫌なやつ。なんかウェイみたいな、もうなんかなんかもうあ、マヨこんなん行こっか。はい。あ、だからさ、うんこドリルで漢字を覚えようかなって本当に思う。あ、そうしてください、本当に。やるてかね、やっぱ本読むのが一番ですよ。そうだね。読んでないでしょ。あのね、あの人の読んでるよ。アンミカさんの。なんか、内面から綺麗になろうのやつ。めっちゃ好きなんです、あの人のこと。あのね、あんまり自己啓発本ってあんまり漢字の練習にならないんだよ。え、そうなの、うん、本なのに。本だけだ。小説がいいってこと。小説がいい。別にあの前後で意味を知ろうとするから、わからない、読めない感じに入ってくるんですよ。いい、やる。あ、おはようございます。論文、もう論文は読みたくない。くんかはーす、なんすか。だからさ、だからさ、名前が口間違い。本もネットではなく紙で読むのが良いぞ。まあね、そうだね。はい、じゃあ読まないで置いてる本がたくさんあるので、それを読みます。本屋さんは好きなんだけど買って満足しちゃう。あ、名前戻すの忘れてた。やばい。どこで使ってんの、そんな名前。なんすか、怪しいよ。ちょっといやらしい。怪しいよ。タイトルコールエコーかけますので、ちょっと貯めてください。え？タイトルコール、コーナーコール。今から？待ってよ。さあ、それではですね、続いては私のコーナーに参りたいと思います。マヨのフェイバリットソングスオンマンデー。ふぅー。ちょっと言う感じではあったちょっといい感じにエコーが、はい、入ってて嬉しかった今。さあ、そんな今日は私のコーナーではですね、ちょっとダークな雰囲気の曲を今日はかけていこうかなと思ってて、いつもテンションが上がる曲とか、ラブソング、恋のなんか歌詞の歌とかお届けしてるんですけど、今日はですね、私が 2,3 週間前にYouTube を見てハマったアーティストさんがいて、
東京ゲゲゲイというグループなんですけれども、あの女性4人男性1人計5人のグループで結成されている、あのダンスグループでいいのかな、はい、の人たちがおりまして、で、マイキーさんっていう方を中心にするダンスパフォーマー集団で、ダンスなんですけど、ダンスって本当めっちゃすごくてクオリティ高くて、なんていうのかな、もう今までに見たことがないなんか世界観を出してくれる方たちなんですね。でダンスだけじゃなくて、そう歌も歌えちゃう、歌も出してるんですよ。そうそう。で、先ほど言ったマイキーさん、そして私この人のことが一番好きなんですけど、ボウさんっていう方がいます、うん、あの女性で坊主頭の人なんですけど、かっこいいんですよ。なんかあの雰囲気がいい。性格はインタビューを受けているちょっと動画も見たんですけど、渡辺直美さんっぽかったり、性格はね。でそう、見た目は、あ、男の人なのかな、女の人なのかなってちょっとわからないような、まあ、見た目をされています。で、他にはマリエさん、そしてミクさん、ユーユさんっていう方が他にもいらっしゃって、計5人のグループで、はい、結成されております。で、また高松マリーさんからもわかるってコメント届いてるんですけど、そう昨日ね、あのミヤちゃんさん、よくツイキャスも来てくれるミヤちゃんさんと、あの昨日そういうまたネットを通して会話をして、あ、知ってるんですか、じゃあ私今日のこのコーナーで東京ゲゲゲイさんの曲かけようって思ったので、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思います。で、あのゲゲゲの鬼太郎って皆さんご存知ですよね。で、そのアニメのこの歌を、あのゲゲゲイの鬼太郎ということで、ちょっとゲゲゲイの鬼太郎、ちょっとあのタイトルを少しばかりいじってるんですけれども、曲もラップが含まれていて、ほんとかっこいい、もう世界観がすごい、ちょっと聴いていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 YouTube もチェックぜひしてみてください。それでは聴いてください、東京ゲゲゲイでゲゲゲイの鬼太郎。ナルトラさんだからよね。でもかけたかったの。FM ギノワンでかけるにはこの時間しかないから。聞いてくださいね。あ、聞こえないのかな。ツイキャスは聞こえないか。どんな人が聞こえるか。あれ今 YouTube 見れてるんですか。ん、 YouTube でも見れるんですか。見れてる。見てくださいね。ね、ほんとテンション上がるから。かっこいい。あ、ちょっと聞こえてる？よかった、ちょっと聞いてみて。なで歌おうゲゲゲのゲイ。でで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 、すごいね。でで、すごい。ゲイゲイゲゲゲのゲイ。あ、すげえ。ねぐぐぐ楽しいな。この太ってるのが、あ、坊さん、うん、男の人はまだ出てないです、この時は。そうなんだ。言わない、はぁ、みんなのばあさん、すのかけばばあ、かわいい、うらえ、竜巻、なんだっけ、あ、かっこいいね。そう、めっちゃかっこいいんです。あたいはおかの猫娘、おめこの猫になんか妖怪、おんねんしゅんねんなめとんねん、まけねこのめんかねうん、ひっくきあんねんし、つみきはそれが最強の武器、このようにほんと妖怪みたい、この人ほんとへん。ゲゲゲゲゲのゲ、あ、桃太郎も確かにこんな感じではありますね。でも、あのね、YouTube 見て、YouTube、東京ゲゲゲイのゲゲゲイの鬼太郎、ほんとかっこいい、ほんとかっこいいから見て、絶対だけ見せるね。ほら泣いてみ、どうしずしー東京鬼太郎助けに来たぞ。誰が男で誰が女か全然わからない。そうそう、でもこの人は女です。これ女、これも女、イカ、あの、あ、イカ様ってさ、キツネ男、かっこよくないですか。うん、女の人ですよ。女なの。はい、見えるかな、
の人が、あの男の人、これもかっこいいさ、そうイケメンなんですけど、多分ゲイか、どっちもどっちかな、あ完全にそこなのか、あそうそう、スリラーダンスみたいっていうのも YouTube に書かれてたコメントで、なんか K-POP っぽくないですか、かっこいいですよねめっちゃ顔タイプです。なんか私韓国人の人であんまりあタイプって人いないけど、うん、そういう系統で言うとこの人とってもいい、妖怪ポスト ASAP 教えて父さん、ゲゲゲの精神、ビットマメにみんな乗ってけ、取り壁越えたけ、フィールアゲンソー、かっこいい、ほんとそこにいる、今日も仲間と墓場ここにいる、これいいですよね、うん、イエーイ、まあ、いや面白いのたまに持ってくるんだよな、なんでたまにってなんでたまにってアッコゴリラもハマったし、これも面白いな、イエーイ、アッコゴリラも面白かったですね、面白かった、あの後にね、うん、結構チャーかけキタロウドンって言ったモメンの声真似するとあります、キタロウドン、実はゲゲゲの鬼太郎見たことないんです私歌は知ってる、何面白かった、追加セオミーですか、うんどこだったっけ、さあそれではですね、ツイキャスまたまたコメントたくさん届いております、紹介していきたいと思います。野の中の銀のおたるさん、これまで使っている手帳、自分のいいように上書き修正してくれる脳内手帳が一番いい上書き修正できるの、なんか私引きずっちゃうタイプだからさ、そうなんか、しかも脳内手帳って忘れそうなんか過去のことも私覚えてるくせに一番大事なことを忘れそうな気がして、脳内でしょ、いいですね、できる人羨ましいね。えナルトラさん、さっき今年初めて手帳買ったって言ってましたが、 A5 サイズの小さめの手帳ですってことで、もしどんな感じでね、あの使い勝手いいですよとか、また後で慣れてきたら、使い慣れてきたら教えていただきたいなと思います、ありがとうございます。そしてギマさんからも、おはようマイよ、今日もナイスだね、ありがとうございます。石ころさんから、使い終えた手帳の保存期間が知りたい、確かに私初めて手帳買ったのが高校1年とか2年とかだったんですけど、あの時のは捨てました、すぐ、なんでなんか別にそこまでちゃんとなんか手帳の書き方もうまくなかったっていうか、ザーって書いて、書くこと書いて大事なこと書かないでみたいな、なんかちゃんとした手帳の使い方してなくて、ページを余らしたりしてたから、なんかあこれ置いててもと思って捨てちゃったり、あとはなんかこういうお仕事関係者のあの連絡先が書かれてたり、なんかそういうなんか大事なものが載ってるのは、まあ携帯とかにね、あの何後でまた入力、新しく入力しても忘れないように、名刺みたいな感じじゃないけどさ、大事なこととかやっぱ書いてるのは今でも置いてますね。だから4年前のとかもあったりするよ、全然4、5年前とかのも置いてる。うん、どうなんだろうね、他の人たちはどういう風に保存してるのでしょうそしてですね、ひふみさん、昨日同窓会、おとといか同窓会あったってことで、あの同窓会で恋をしたらしいですいいねこういうの、あの私もいつかあの同窓会参加するときちょっと楽しみにしながらそういうのも参加できたらなって思います。なんかありえるのかありえないのか分かんないけど、ありえたらありえたで絶対楽しいだろうなって思うしね。うん、
そして大塚健二さんからもおはようございます。高松真理さんからもおはようございますと来ております。そしてマスオさん、結婚式で同級生に会って結婚する人もよく聞くよねってことで、それもね、ちょっと友達の結婚式参加するたんびに私もウキウキしながら行くんですけど、なんかやっぱりなんかただ騒いでるだけの人たちにしか見えなくて、なんかあんまり魅力をね、なんかちょっと どっちかっていうと静かに真面目に出席してる方がなんか惹かれる、結婚式とか。そう、でもああいう人ってあんまりいないもんね。みんな嘘、楽しくやっぱみんなワイ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 するから、なんかどこかそれがちょっとチャラチャラしてるのかなって私は見えちゃって、まだね、何も知らない。じゃあもうちょっと人を見ていこうかなって思います。そう、あんまりね、お酒で騒いでるのが私は怖いと思っちゃうんだよ。なんでなんだろうね。そして名前これで読んでいいの、はい、くんかわなみんさんから今日名前がね、どうしたこれって名前で来てるんだけど、おはどす、ありがとうございます久しぶりですね、ありがとうございます。そしてひーさんからも来てますよ、おはようございます、おひさですって、ありがとうございます。さっきの曲ラップ風ですねって、そしてスリラーダンスみたいだねって来てました、コメントありがとうございました。ほっこりもね、さっきの曲での反響とかもいろいろ来てるんだけど、ありがとうございます。ひーさんが手帳持ったことない、あれこれ気にしてしまいそうで、確かに、でもあったらあったで便利ですよ意外と。うん、さあまだまだ皆さんからのコメントお待ちしております。そして今私が読めなかった分もありますので、後ほどまた紹介していきたいと思います。たくさんコメントよろしくお願いいたしますね。さあここでまた一曲お届けいたします。ひふみさんからのリクエスト曲、メガホンでこの日々とともしびよ。書いてるのに死に優しい、あなたの優しさ見せたいよ、それでもかまってビールともしびって書いてくれてたのにさそうなんですよ、なんかもうダメだ、はい、あのさ、これ読もうか、これとこれしか、でも誰も言いたいんだよね、これをじゃあちょっと読んでもらって、これ、うん、あとさやばいよね、もうさんざん、しかもめっちゃひらがなで書かれてたのにさ、もうダメだよコメント持って読むね。恥ずかしいと言いつつ、だからさ、返せないからいいよ、ベリーダンスでごまかそう、ベリーダンスできるかなそうね、取り戻せないからいっか、噛んじゃったにしとこ。はい、美濃湾のさ、自治会の会員募集パンフレットができたあ、はい、とても上等だから、これもこれの後教えて、できましたっつって、あ、これができたっていうあれをお話をしたらいいんですか。そうそうそう、でアンケート用紙があるから、いい、これ何、これもアンケートの大きさ同じ関連して、おー、やってやるのよ後で、いいよ時間の時に、うん、このアンケートはみんなさんに何を言ったらいいんですか。うん、アンケートはいいや、アンケートはじゃあ私がもらっていいやつ。そうそうそう、 OK、 ちょっと聞いてみます。自治会会員募集のパンフレットができました。で、いろんなところで見かけられると思うので、皆さん自治会に入ってくださいって言って、はーい上等だっけこれ、ぜひ手に取って、あ、自治会の Q&A とかいいね。そうそうそう、写真多いさね、うん、わかりやすいかもしれない。そう、トービーって言わないでおこうって考えてたらそうなった
で石ころさん書かれてたんだよ、ひらがなで。そうやって山内さんが書いてくれてたんだよ。冬は沖縄来て、すいさびいな日本も。ダメね。あー来て来て、まだ冬だよ。今来る？年末に来る？ぜひお待ちしてます。うん、みんなで考えよう、ウィーラブギノワン、子供から高齢者まで誰もが安心して手助け、マジでガガ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 ガ。普天間中学校区第2層競技隊の立ち上げ、ウィーラブギノワンから生まれたラブとタマコたち。そうそう、今さすごいわけ、この宜野湾の地域づくりが。あの子たちがやってて、社協の若い子たちがすごいわけ。すごいね、うん、なかなかここまでのあれってないぞ、うん、他の地域で。お知らせですって言ってね、その後もフリーだからお知らせ2つやった後は自由にして。さあここで皆様にお知らせです。みんなで考えよう、 We Love 宜野湾、子供から高齢者まで誰もが安心して生活できる住みやすい地域づくりのための話し合いを一緒にしませんか、ということでですね、今月の24日に、そういう話し合いの場が持たれるみたいで、内容が普天間中学校区第2層競技隊の立ち上げについてだったり、 We Love 宜野湾競技隊から生まれたラブと卵たちというふうにですね、ちょっとタイトルを設けて、はい、そういう話し合いの場みたいなのが行われるみたいなので、ぜひですね、皆さん一緒に宜野湾応援していきませんか。宜野湾のね、地域づくり、住みやすい地域づくりの話し合い、皆さん一緒にしていただきたいと思います。でそれの開催日が今月の1月24日水曜日、はい。で時間がですね、夕方の6時半から8時半までの2時間となっております。お仕事を終えてすぐ向かえば間に合いますかね。皆さんぜひぜひ参加してください。そして場所が宜野湾市社会福祉協議会、宜野湾市の赤道というところにありますので、はい、社協ですね、よろしくお願いします。そして内容が宜野湾市について考えようということで、対象者は誰もが安心して暮らせる地域づくりに興味のある方、宜野湾市民だけじゃなくてもいいってことなのかな。そうですよ。おお、じゃあ市外からね、こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないってね、ちょっと意見を言ってくれる方だったり、逆に自分たちの地域でそういうことが行われていなかったら、あ、宜野湾市ってこういうことしてるんだというふうにちょっと顔を覗かせるのもいいかもしれないですね。ぜひぜひ参加してください。参加の申し込み方法なんですけれども、お電話にてご連絡よろしくお願いします。お問い合わせ先、お申し込み先は宜野湾市介護長寿課長寿支援係までよろしくお願いします。電話番号ですね、098-893-4411 098-893-4411 までよろしくお願いいたします。そしてちょっと内線番号も書かれていますので、内線こちらまでですね、介護長寿課長寿係長寿支援係の内線番号が529-529、そして183-183、2つございますので、ぜひぜひお電話かけてみて、お申し込みしてみたり、あとどういう内容ですかってもうちょっとね詳しくお話聞く分にもいいと思いますので、ぜひお問い合わせしてみてください。そしてですね、宜野湾市自治会会員募集のパンフレットができました。はい、とっても写真がたくさんですね、貼られていて
写真がそうたくさん載っていてデジテ作りだね、貼られていてじゃない、載っていて載っていて、そう、自治会ってどんなことなの、どんなものなのとか、なんで自治会が必要なんですかとか、若い人でも参加できるんですかとか、メリットは何ですかとか、そういう Q&A とかも書かれていたり、あと主な行事イベント年間スケジュールですね、4月から今年の4月から3月までびっしり載っております。いいですね、こういうのもさっと見てわかるっていうのがいいかもしれない。でページも4ページっていう風に、なんか分厚かったら読む気ね失せるけど、4ページでしかも写真もたくさんあるので、なんか見やすいんです。結構中身をチラチラって見てみると、うん、いろんなところで見かけると思います。パンフレットもし見かけた際には手に取って、ぜひ皆さん自治会加入してみてください。よろしくお願いいたします。以上、皆様にお知らせのコーナーでした。さあ今日はですね、皆さんからのメールまだまだ募集しております。今日のメールのテーマが手帳の買い替え時期、手帳の買い替え時期です。さあ私はですね、だいたいですよ、ね、年が明けたら1月から持ち始めるんですけど、たまに10月に買ってみたり、たまに4月に買ってみたり、まあこれがまだ定まってなくて、そうで、いまだに2017年の手帳で3月までね、2018年の3月まで載ってるから便利だからと思って持ってるんですけれども、いやそろそろやっぱ変えた方がいいのかなって思ったりもしてます。皆さんからのアドバイスがいただきたかったり、他にはスケジュール管理、いや手帳でしてないよとか、そういうメールとかももしよろしければ送っていただきたいと思いますので、今日はですねメールのテーマ手帳の買い替え時期で皆様からメールを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。手帳の買い替え時期教えてください。そして9時台のモーニングエイトも皆さんチャンネルそのままで聞いていてくださいね。ツイキャスもユーストリームもチャンネルそのままでよろしくお願いいたします。あ、いってらっしゃい、ありがとうございました。iPhone でスケジュール管理してバックアップ手帳、え？どういう意味？え、どういう意味？ iPhone でスケジュール管理してバックアップ手帳？辞書は読むもの。継続か月乱心による姿勢、あ、やばい、ん、聞きたいです。どうぞ。印刷の札に、うん、刷新、刷新、すごい、まだ何も言ってないのに、すごいでしょ。あ、ペンがない、なんだっけ、刷新、刷新、すごい、もうびっくりした。見直した、だいぶ、だいぶ、うん、お、こんだけだ、うん、なんか心が読めるのかなみたいな。じゃあもう一個、次もう一個何聞きたいでしょうか。僕の好みのタイプ全然部全然部です。いや、はい、上点で当たってます。上点、争点、争点、うん、上点もう嫌になるもう何年あ、やばい、マシキ中のもちゃんと読めるか心配になってくる。大丈夫かな。マシキ中学校がって言った方がいい？うん。マシキ中学校が決勝で尾藤中学校2対1で下し、2年ぶり2度もうマシキって読みそうそのまま。ありがとうみんな。だからね、さんずいだった。
もういや、もう漢字の勉強します。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムスの総合面からです。実習生3年で22人が労災死、外国人技能制度過労死も1人。労災による死亡と認定された外国人技能実習生が2014年から16年度の3年間で計22人に上ることが14日厚生労働省のまとめで分かりました。大半が事故とみられていますが、過労死も1人出ており、政府統計で実習生の労災死の実態が明らかになったのは初めてです。労災保険の給付対象となる休業4日以上の労災件数は3年間の平均で年475件でした。実習生は職種が限られており、労災死比率が日本の雇用者全体の労災死比率が日本の雇用者全体の労災死比率を大きく上回っており、実習の名のもとに日本人より危険で過酷な労働を負担している現実が示されました。続いて沖縄タイムスのスポーツの面からです。益城中学校10人一丸優勝。サッカーの第7回県中学校新人選手権最終日は14日金火力発電所夕日の広場で行われ、益城中学校が決勝で美東中学校を2対1で下して4年ぶり2度目の優勝を飾りました。選手10人の益城中学校は前半3分にフォワードの藤野がゴール前にこぼれ球を押し込んで先制し、25分にはコーナーキックをミッドフィルダーの宮里が頭で合わせて2点目を挙げました。美東中学校は後半23分にミッドフィルダーの新田が1点を返しましたが、益城中学校が逃げ切りました。続いて琉球新報の総合面からです。卵も成長も暖かく、スーパーのうずら孵化。宜野湾市の中曽根一心くん10歳は昨年6月スーパーで買ったうずらの卵を19個を温めて5羽の孵化に成功しました。母のエリさん曰く、ダメ元の挑戦は予想を嬉しく裏切って1羽は今も元気な鳴き声を上げています。中曽根くんは2匹ずつのリクガメとイグアナを世話する動物好きで、中でも卵や子供の成長させるのが大好きみたいです。とても可愛かったという今回のうずらは、育つ過程を丁寧に写真に収めており、縦1メートルほどのポスターにまとめました。ポスターは校内で金賞を受賞しています。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。ねえ、優先やるなんですね。すごくない？これすごいよ。あとごめん、前これさ、はい、あの社協からのお知らせなんだけど、問い合わせは社協でっつって、ちょっと原稿作るの忘れてたから。これはさっきと別？別。みんなで目指す天満中学校区をどんな地域にしたいかを話し合うタウンミーティング。これね、本当は画期的なんですよ、とっても。何これ？要するに中学校区でいろんな人が集まって、この地域をどんな町にするかっていうのを話し合いだった。あれ自治会とはまだ全然違うやつだね。そうそう、また中学校だから。中学校だっけ？もちろん自治会の、各自治会の会長さんたちも来て、で、東京からも厚生労働省とか来て、そういう、あれだっけさ、すごい、結構すごいことだわけ。はい、なんかこれをね、2月2日、うん、一応今もうさらっとやって、あの原稿は作るから、うん、大きいです。興味がある方は誰でも参加できるので。あ、分かりました。あれもいいんですよね、この参加費も無料でいいんですよね、うん、
へえ、いい。こう話聞くだけでも全然いいかも。そうそう、聞くだけで全然いい。ね、お父さん行きそう。あ、行くんじゃないか、本当に。行くはずよ、これ。好きそう。教えてね。うん。多分、どっかから情報は得てくるはずだけど。あなたのお父さん、本当に地域づくり熱心だからね。もし分からなければ、ね、もし声かけてみて。オッケー。聞いてみよう。あ、ありがとうございます、ひーさん。じゃあ、沖縄待ってます。あ、来るの、ひーさん。うん、来てよ。なんかさっきは言ってたよ、そんな話ね。孵化するってすごいよ、ほんと。オープニングでその話してもらっていい？これ？うん、はい。パピン付きこのお礼で。すごい、そうなの？可能性あるでしょ。へえ。楽しく気軽に来てほしいって。ただ楽しく気軽に、そうそうそう、さあ時刻は9時6分を回っております。モーニング8、残り約20分ですね。皆さんお付き合いください。さあここでもう一つ皆さんにお知らせです。普天間中学校区協議会タウンミーティングということで、来月の2日、2月2日金曜日の夕方6時半からですね、またまた皆さんにぜひ参加していただきたいタウンミーティングというものがございます。場所が普天間産区公民館で、内容がですね、みんなで目指す普天間中学校区をどの地域にしたいかを話し合うタウンミーティングとなっております。私も普天間中学校で、兄弟全員ですね、父も普天間中学校だったんですけど、本当もうここが地元で、ぜひ私も参加できたら行きたいではあるんですけれども、やっぱりまだ弟が今中学校3年ということで、普天間中の3年生今通っております。そこでですね、またこの地域のこととかいろいろ話し合う、話を聞くというのはとてもいいことなのかなって思うので、ぜひ皆さんに参加していただきたいなと思います。こちらはですね、ちょっとこの普天間中学校区協議会タウンミーティングと名前がお堅いのかなと思いきや、楽しく気軽に皆さんに来ていただきたいということなので、はい、どなたでも参加可能です。興味のある方いらっしゃったら、ぜひぜひ多くの方のご参加お待ちしております。詳しくは社協までお問い合わせお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私もできたら参加したいなと思いますよ。さあそれではですね、皆さんからまだまだメールも募集しております。今日のメールのテーマは手帳の買い替え時期。はい、手帳つけてますか？スケジュール管理どこでされてますかね。今はスマホとか何でもねできちゃうので、そう、もしかすると手帳持ってる人って少ないのかもしれないんですけれども、はい、皆さんからメールたくさん募集しております。さあそれではまたまたメール届いております。紹介していきたいと思いますよ。まよ山内さん、おはゴロゴロ胸シェシェです。胸シェシェどうした、おはゴロゴロ昨日パレットくも字の階段の上り下りで絶頂筋肉痛です。ああ、そうなの、ずっと上ったり下ったりしてたのあんなとこで上り下りか、上り下りって上り下りで、あ、いえ、何してたの一体手帳の買い替え時期は分かりません。というか手帳買ってません。あ、やっぱ持ってない人多いね。手帳を買うスケジュールを、手帳を買うスケジュールを書く書いた通りにいかない、書いたこと自体を忘れる、書いたことは別のこと、書いたことは別のことをします。どういうことはい、頭で考え、頭で忘れます。ダメじゃんえ、どこでさ管理。でもムネ先生仕事柄そういうこともしないといけないんじゃない？携帯とかでできるのかな、もしかしたらね。会社とかにある大きいカレンダーとかに書いたりするんですか、スケジュールは。
ね、語呂合わせでいい子の日、良い子の皆さん、今日だけはいい子にしましょうね。良い子の皆さん、今日だけはいい子にしましょうね。ってことで、今週も頑張りましょう。ハブアナイスウィークと来ております。ありがとうございます。おかしい、もうゴロゴロだったりパレットくも字だったり、ちょっと手帳の話よりそこが気になる。うね先生電車おかしい、面白いね、ありがとうございました。さあもう一通読みましょうね。進撃のめいちゃんさんからです。ありがとうございます。まゆ山津さん、おはようございます。今週もよろしくお願いします。お願いします。手帳の買い替え時期、やはり毎年11月から購入します。しっかりしてる。だからさ、10月からの手帳とかって、そんなね、12月になる前に買う人ってすごいなって思ったりしたんだけど、いたね、11月から購入。4月だとちょっと遅い気がする。11月頃だと手帳の多くは12月からスタートしてるのが多いと思うので、11月までに買おうって考えてます。では楽しく聞かせていただきますって。ありがとうございました。そっか、だから私もいつもね、年明けてから思い出すんだよ。年末買っとけばよかったんだよな、これってって。そう、でも可愛いのもあるし、あれこれ悩んで、買うのがいつも遅い。最初はディズニーとか、キティちゃんとか、あと水森アドだったっけ、アドちゃんの手帳とか持ってたりしたんですけど、去年から、2017年から、沖縄ダイアリー、沖縄手帳、沖縄ダイアリーって言うの、沖縄手帳、あれ持ってるの。そう、なんか見やすい、とっても使いやすいなってことに気づいて、はい、ちょっと表紙もシンプルなので、そうちょっとね、目移りいろいろしちゃうんですけどね、手帳も多いもんね。さあ、そんなみーちゃんさんからのリクエスト曲も届いております。ここでお届けしたいと思います。DJ サミでヘブン。あ、別会社なんだ。ダイアリー？沖縄ダイアリー。そう。なんか私も昨日それして。沖縄手帳買ってくださいよ。か。表紙がね。もらってください。表紙が。プレゼントの。いいよ。今さ、嘘でもいいから、はいってやって。はい。OK。エゲエゲダーのスタッフがね、みんな持ってるもんね、沖縄手帳ね。そうです。そう、ちょっとまだスタッフじゃないから、沖縄ダイアリー、じゃあ今年から沖縄手帳にしようかな。エコさん、熱発してんの？ほら、昨日半袖だったからだよ。半袖だったの？昨日半袖だったわけ。一応暑かったけど、室内は読谷でね、外は寒かったけど。エコさん、ちょっと店帰るからさ、後で詳しくは送ります。あ、大人の集まり、エロブロの集まり。新宿一度、マジ一度考えられん。もういいよね。一度はちょっと危険だな。怖い、寒すぎるよ、そんなの。あ、大変だね。冷蔵庫より寒いね。そうなんだ。やばい。冷蔵庫って定義寒いよ。だからよ。知ってた？知ってる。定義寒いよ。でもアイスが入ってる冷凍庫は好き。なんか我慢できる。ごめん、意味が全然わかんない。他なんか。サーティワンにいたときに
あれしてたんです。あ、冷凍庫に行くわけ。マイナス30度ぐらい、38度とかだったかな、うん、で冷やすんですけど、うん、半袖で入っても何も寒くない。うそ、もうなんか周りにアイスがあるから幸せって気持ちが強いから。違うんじゃないか。ほんとよ、全然いられたもん。倉庫の整理とか半袖でできた。だからほんと、うん、ちょっともうそこまで来るとおかしくなってるんじゃない、感覚が。そうだね。だよね。ほんと、すごいな。まあよ、それはない。何がそれはないの。昨日反省だったからって聞いて。じゃあ別のことしたの。冷凍庫、あの、あれよ、アイスを入れる冷凍庫、あの大きい業務用の。そうなの。絶対嘘。本当に。あ、でもやっぱ寒くはなりますけどね。それはない。そう、風邪ひかないからかな、石黒さんね。あは、それがあるかもしれない。じゃあメール行きましょう。はい。さあ、それではメールがまたまた届いております。紹介していきますね。マヨニーマンチさん、今日も元気におはもっこり、石黒です。今日は暖かくなりそうな、太陽おっしゃい、スカイヒーハーだね。本当だよ、この青空がとってもテンション上がる。うん、嬉しい。して手帳は12月に買う。もちろん沖縄手帳、旧暦載ってないと非常に困るわけ。だって僕は純度 107% のうちなんちだから。でもさ、旧暦載っててもなんか別に使わないと思うしなって最初思ってたわけ、私も学生の頃。でもこの沖縄手帳とか、この沖縄ダイアリーとか見ると載ってて、あ、便利だなって。で、後ろのページにあのほら、いろんな豆知識じゃないけど、いろんな情報って載ってるじゃないですか。それで沖縄のことが載ってるから、沖縄のこの手帳とかね、そしたら非常に勉強になりますね。あーって、あ、ここでなんか歴史をちょっとだけ学んだり、そう、なんかいろいろ学べたりするからいいなって私も最近思ってる。だから今回もまた沖縄手帳で、はい、2018年もスケジュールつけていきたいなと思います。ありがとうございました、石黒さん。さあ続いてですね、ですね、あ、今のところはじゃあ大丈夫かな。何か大丈夫だ、メールは来てるよ。ん、来てるよ。嘘、うん、え、一番上。あ、違う、2番目。大塚健二さん。いや、これはサザンブリーズって書かれてますよ。うん、大丈夫じゃん。あ、いいんですか。やってよ。ね、健二さんは今ツイキャスで見ていると思う。大丈夫、いいの、うんうん。おはようございます、大塚健二です。放送とは関係なくて個人的ですみません。あ、大丈夫ですよ。じゃあ私読みますね、うん。旧湯船、昔の湯船かな、小さく、体操座り。あ、昨日湯船を作って完成して昨日入浴しました。はすごい。前のは小さくて体操座りで足を伸ばして入浴したい。でも買うと 4,5 万する。自分で作ることにした。材料費1万円くらい。最初は失敗して2台分。探求性がわからないので、旧湯船はまだ捨てずに保管してます。余談、山内氏、私の足ですみません。あ、写真が送られてきてる。楽しく放送を聞かせてもらってます、失礼します、ということで届いてます。すごい、湯船作ったって何、すごいね。これ湯船作れるの。1枚目。すごい、全然入れる。あ、本当だね、昔の写真も3枚目に載っけてくれてるけど、これはさすがに女性でももう子供サイズかもね。あら、いいですね、1万円で作ってくれるなんて。じゃあもしこれがどんどんね、使っていって、あ、いや俺が作ったのまだまだ使えるぜってなったら、ぜひ他の人にも作ってあげて。これいいよ、だって1万円で作ってくれるんでしょ。あら、でプラスね、ちょっとケンジさんにコーチンとして少しまたねして、4,5 万はそれでもかからないと思うしね。すごーい、ケンジさんやるじゃん。
ありがとうございました。素晴らしい、湯で作れるんだね。やろうと思ったのがすごいね。なんでそんなニヤニヤしてるんですか。なんでニヤニヤしてるんですか、山内さん。はすごいなと思って。すごいよね。なかなかできないですね。できない。そう、今日ね、あのそうさっきツイキャスで入ってきてたんですけど、あれ、あのいつもの人がツイキャスにもメールにも入ってこないなと思ったら、エコさんがなんか熱発してるみたいで、そうツイキャスでさっき入ってきたの、昨日の夜から熱発してるよって。大丈夫ですか、もう無理しないで、じゃあ今日はゆっくり休まれてくださいね。ん、注意しとく。注意は大丈夫する。うん、しない。こんな時にはしない。うん、頑張ってって自分で直してね、エコさん。意地悪だね。さあ、ここでですね、1曲、石ころさんからのリクエスト曲、ブルーノ・マーズで Run Away Baby。 こんな時はしない。こんな時はしない。あー、いいよ。だからナルトルさん、やっぱそれ見てみよう、一緒に。なんかいろいろ勉強になると思うし。タイゴさんもおはようございます。じゃあ、あとは締めてまとめてくださいね。手帳の。ご自身。前は中長でいったよ。あ、遅い遅い。借りてるし。どう？これでも OK？ だって多分前はこれ半年分ぐらい負けた一回で。ね。あか。ほら見て。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 半年。もうここで4ヶ月分、3ヶ月4ヶ月分ぐらい。早い。え、3等当たったの？記念シートっていいな。あ、わかんない、まだ見てないです。3等って記念シートなの？1等は何？500円。え？嘘。そんなしね。一等いくら？お金なの？お金でしょ。エコさんに渡すさ、よしって。よしかも。エスコロさん、お願いね。後でお願いします。エコさん、余計風邪ひかん、大丈夫。タイゴさん、今から眼科の定期検診。あい、どうなるかな。私、目めっちゃ悪くて、視力。そう、落ちてってる。やだ。眼科の検診って一番なんか、緊張して余計見えなくなる。だからいつも言うよ、それ。先生にこうやってピッピッピッって言ってくれる人に、緊張してるからいつもより見えませんって言いながらやってて、あ、10万円のギフト券って、素晴らしい。いいね、本当だ。違うウイルス込みで渡す可能性大。やばいやばい。そうなんだ。じゃあ見せてもらってきて、ちゃんと。さあ、皆さんからたくさん今日もですね、メールいただきましたよ。本当にありがとうございました。そう、沖縄ダイアリーはね、確かそこまで詳しく載ってないの、沖縄手帳よりは。旧暦とか潮の満ち引きまでは載ってるのかな。そう、でも他のもうちょっと詳しい情報って、やっぱ沖縄手帳の方が、沖縄のことに関するね、情報は載ってるので、なんか、あ、やっぱ魅力だなって、沖縄手帳もすごく魅力だなっていう風に思いました。で、そう、さっき皆さんがスケジュール管理はあんまりね、手帳ではやってないっていうのを聞いて、あ、やっぱ手帳じゃなくて最近はスマホとかが便利だから、やっぱそういうので管理されてるんだなっていうのも分かって、で、買う時期は決めた。今月も買う。今日欲しい、むしろ。もうこんな話したら、してらってしたら。いつも東急ハンズとかに行って見に行くので、ちょっと仕事帰りにまたね、コンベンションシティぐらいに行って、東急ハンズでいい手帳あるかなって、できたら沖縄手帳を探して、はい、
見てみたいと思います。自分に合ったサイズとかもあるしね、これの方が書き込みやすいかなとかさ、そうそういろいろあるし、そう皆さんからちょっと今日はいろんなアドバイスいただいてありがとうございました。で今ですねツイキャスでタイゴさんと高田久美ファンさんとアッチーさんからもはいあのコメントをいただきましたよ。おはようございます。さああのまた来週月曜日もモーニング8をぜひ聞いてください。よろしくお願いします。そして来月の2月25日市民劇ジャナ行われます、私主役させていただきますので、あの皆さん足を運んでください。2月25日日曜日ですね、お昼の2時からです。宜野湾市民会館大ホールで行われます。500円で見ることできますので、入場料ね500円となっておりますので、たくさんの方のお越しもお待ちしております。はい、そうなんです、主役なんです。頑張って今日から練習も挑んでいきたいと思います。さあそれではまた来週お会いしましょう。お相手は金子まやでした。また来週メールもありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様です。